星ゆりです。セブンティーン9月号ではモデルの皆さんがいろんなことにチャレンジをするということでですね、今回編集部の方からチャレンジする内容を預かりましたので、早速見ていきたいと思います。前回小坂奈緒ちゃんと表紙をさせてもらった時はバレンタインシーズンでピンクの感じでやらせていただいたので、またちょっと違う感じ、二十歳になってもいるので大人っぽい感じもいいなと思いつつ、本当にありがたいですし、あーでもすごい、いきなりすっごいプレッシャー、こんな感じなんですね。すっごいお腹痛くなってきちゃった。だってセブンティーンってすごい雑誌なんですよ。セブンティーンってすごいんですよ。私はそう思います。セブンティーンってすごいんです。編集部の方も携わってくださる方もみんな温かくて、みんなすごい方々ばかりで、モデルの皆様もその中でこんな表紙としてセブンティーンモデルの名に恥じないように、あーこんな感じなんですね。どうしよう。前回表紙が決まった時に同期が一番喜んでくれたので、やっとだねって言ってくれたので、乃木坂の同期にまずは報告しようかなと思います。不安だけど嬉しいです。やっとなんか応援してくださってた方に恩返しができるなっていう気持ちでいっぱいなので、楽しみに待っていてください。ありがとうございます。